してください。すごく緊張した。すごく上手に弾いてくれました。ピアノをどう上手に弾くかっていうのは、ここにいらっしゃるピアノのピアニストの先生方がいっぱいいらっしゃいますので、いっぱいいらっしゃるんですけれども、私は作曲家として、音楽や表現の、を広げて少しここで喋っていきたいなと思います。そうですね、ピアノっていうのはこう弾かなきゃいけないとかこうしなきゃいけないっていうのはないと思うんですね。なんだろうな、この曲をこうやってこういう風に弾きたいから、じゃあどうしたらいいかなっていうのはすごくあると思うんですけれども、音楽っていうのはすごく本当は自由なものだと思っています。それで普段はピアノをクラシック の, ピアノの練習勉強をされてるんですよね。それで、昔の作品を弾くときはこう弾こうっていうのがいろんな人がもうすでに考えられているのであると思うんですけれども、特に新しい作品を弾くときはどうやって面白いものにしようかなとか、どうやったらワクワクするかなっていうのをよりもっともっと自由に考えていく余白がいっぱいあって、そこが魅力だと思うんですね。それでですね、で私の曲はですね、クラシック の, ピアノだともしかするとこう弾かない方がいいとかこうやっちゃダメっていうもののオンパレードなんですけれども、作った時だけどこうすると素敵だなっていうのをたくさん散りばめてっていうか、それだけで作りました。それで、例えば、フレーズを作らないだとか、タッチのタッチを美しくあろうとしないとか、そういうことをいろいろ考えてたんですけれども、一番ここで描きたいなと思ったのはロボット、やっぱりロボットなんです。だからこのロボットのイメージをどうやって持つかっていうのがすごく大事なんですけど、美里ちゃんさっき向こうで練習室ですごくイメージをしっかりと描いてくれていて、それが、いい？見せてもらっても、いいかな、これです。大丈夫ですか？すごくロボットの絵を描いてくださってて、ロボットに乗ってこれはロボットを動かしながら動くっていう作品なんですけれども、それをすごくピリッとにビジュアル化してくれていて、それをどのように音でやるかっていう、音だけで説得力のあるものとして音楽として楽しむかっていうことを考えていきたいんですけれども、例えば音楽、いろんな音をどう鳴らすかっていうのだけでいろんな無限の可能性があると思うんです。で、スタッカートとか今書いてあるもの全部無視して弾くと、するかな、テレビの画面に映ってるような感じだとか、そういう表現のいろいろなやり方があると思うんだけれども、じゃあこれは、もう一回だけ最初ちょっと弾いてみてくださいますか。もう少し早く押して早く話すことができる、こう
時にね、うっと話してみてみて。そうそう、じゃあそういうその意識の感じでもう一回最初やってくれますか。
これだとカクカクっていうより丸くなってるからなんかまた違う感じになるんですけど、ありがとうございます。